はい、おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。10月6日木曜日の全国のお天気をお伝えします。本州の南海上に低気圧や前線が停滞し、上空には寒気が流れ込んできます。低気圧や前線から近い関東や東海、西日本の太平洋側で雨が降りやすく、特に関東の南部では雨の降り方が強まることがあります。また寒気の影響で北海道でもにわか雨の可能性があり、山沿いでは雪やみぞれが降り、峠道などでは一部うっすらと積雪する可能性があります。峠道を走行する際は冬用のタイヤでお願いします。昼間もあまり気温が上がらず、前日との気温差が大きくなるところも多くなります。東京の14度予想は、総最高気温14度予想というのは12月上旬並みの気温となります。上着などでうまく調節を行ってください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。